30分トークということで、本日のスペシャルゲスト、さらば青春の光マネージャーの山根さんに来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとちょいちょいなんか裏方の方に話聞くみたいな、はい、やってますやってるんですね。僕らチャンネル何を聞きたいんですか。いやいや、正直だいぶ楽しみです。マジっすか、はい、何もないですよ、本当に。謎多き人でしょ、山根さんなんて。確かに。あー、謎ですかね。そんなに。俺が、うん、今も山根さん元バンドマン。そうやで、元バンドマンです。そうですよね、はい、その辺も聞きたいやろ。で、今巡り巡って、うん、ザ・森東のマネージャーマネージャー、ね、もちろん、はい、多分知名度ももう高鳴ってるでしょ、山根さん。だいぶ、いや、どうですかね。だって YouTube よく出られてますもんね。そう、だからさらばを好きな人からは、まあそうですよね、認知していただいてるかも。あとなんか袋さんとか引っ掛けるドッキリの時のなんか裏で暗躍してる、ね、人として、まあ、水曜日チラチラ出たりとか、はい、でもあんまインタビュー出てないんですもんね。ほとんど出ないですね。断ります、全部。見たいよ。なるほど。でも俺らのマネージャーの小川くんと仲良しなのよ、すっごい山根さん。そう、なんか小川くんなんかよく連れてっていただいてるみたいで。そう、もう飲み友達なので。なんかそのマネージャー会みたいなのを主催してる。いろんなところのマネージャーを集めて。え、それね、あの、だから革命を起こそうとしてるのか。そんなことない、そんなことない。ただ飲んでるだけ、本当に。そうで、小川くんがなんか山根さんにお願いしてくれて、で、小川くんの言うこと言ったらじゃあ出るかっつって出てくれたっぽい。小川くんの人徳度、僕でよければ。いや、でも謎はマジで多いっすよ、山根さん。そんなインタビューのオファーなんてめちゃくちゃ来るでしょうね。いや、興味あるよ、ね、来るんですよ。だって会社だってね、はい、個人事務所立ち上げ、はい、3人ってことなんですか、森東の。今で言うと3人ですね。あ、本当に3人なんですね。僕途中から合流なんで。え、最初もう2人だけで立ち上げたんですか。まあ2人で、あの番組内で、あの、さらば青春のファイナル、MX の番組でやってたよね。うん、その中で立ち上げた会社なんで。そうなんですか。番組のノリを、本当に最初は。それがもうとんでもないことになってるんですよ。いや、まあとんでもない。ノリだったんだ、だから本当にバカルディからサマーズだったぐらいの感じ。解明くれんの。そう、で、その時にどっち社長になるみたいな小競り合いもありましたもんね。うん、番組内でね。番組内でね。番組内で。ノリで決めてましたよ、ね。あ、相撲か。相撲取って。へぇ、知らんかった。森田が投げ飛ばしたんで。そうだ、ブクロさんが社長の世界線も全然あったというか。あった。で、じゃあ本当に会社、個人事務所立ち上げるってなった時に、やっぱり2人じゃあれだからっていうことで、そうですね。話が来たってことですか。うん、番組が終わる時に、はい、もうこの会社あげるわって番組から言われて、はい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 、で、その時に本当に2人だから、うん、マネージャーもいないんで、うん、そうですよね。だから実質なんていうんですか、実務というか雑務というか、うん、ちゃんとした会社員っぽい社会人としての動きはもう多分山根さんしかできないじゃないですか。そうですね。あの二人本当にダメな二人なんですよ。そっか、だから本当俺森田さんと旅行行って思いました、ええ、こいつはあかんわと。ただのプレイヤーやから、ええ、確かにその本当そうだよ、森田さんとかなんか仕事的感出てるけど全然全然全く実際何もしてないネタとか作るだけ。本当そうだよ、森田さんは本当に。で、ブクロさんナチュラル何もしないブクロナチュラル。だから俺山根さんはマジで人間力あると思う。だから実質は本当そうか、そういうのは全部山根さんが。しかもその対外系のなんつうの、そういうマネージャー同士のコミュニケーションとか、はい、そういう局員さんと飲みに行くとか、はい、そういう動きも山根さん半端ないのよ。人たらしやから。俺最初に山根さんとお会いしたんが、うん、それこそ新宿で、うん、なんかさらばさんが5本ぐらい新ネタやるっつって、でその合間に俺らとか、なんか3組ぐらいゲストやって、要はさらばさんゲスト、さらばさんゲスト、さらばさんゲストみたいなネタライブやってた、覚えてない？あれ、そんなん出さしい？何でしたっけ、あれ、なんかマッサラみたいな。マッサラっていうライブで。今もやられてます？いや、やってないです、ね。マッサラはなんかめっちゃ覚えてる。マッサラタイトルは。マッサラっていうライブに俺らが呼ばれて、多分他にも誰かおったけど、あんま覚えてない。まあ、その時俺は多分森さんとも仲良くさせてもらってたのよ。で、それが新宿のなんか、ミラクルかなんかその辺であって、ね、でそんなちっちゃいライブやのに打ち上げがあったのよ、わらわらかなんか。そうそう、そこの行きましたね。ね、僕覚えてます。で、それ俺他の芸さんマジで覚えてないですけど、はい、さらばさんと俺らとラブレターさんとおったから、で山根さんがなんか仕切ってくれてたんですよ、その店とか。はいはいはい。でその時まだ森東も何もないっすよね。だからそうだから、東京出てきて、さらばがね、うん、東京出てきて活動し始めた時に僕は違う会社で働いてて、うん、でイベントの運営に携わってたんですよ。イベントの運営やったんや。そうそう、マッサラの
だからイベントを手伝ったのが片山さんみたいな存在だ。そうですね。だから、森東に入ってない時もそういう形で関わってはいたんで。え、じゃあお金も発生したってことですか、山根さんに。あの時そうですね、まあ僕あの時サラリーマンなので。サラリーマン、そのイベント会社ってことですか。うん、イベントとか、まあ、音楽系の会社をやってたんで。はあ、そういうことか。俺だから俺はサラーマさんのこと大好きな、なんか気のいい人やと思って。場所まで用意して。そう、場所まで用意して、でそのお前ら可愛せえか俺が面倒見たるわみたいな感じで、サラーマさん面倒見とる人やと思ってました、山根さんって。全然あの時も仕事として行ってました。あ、そうなんや。そう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 。で、なんか俺らにもなんかフランクに喋りかけてくれて、はい、なんか気のいい人やなみたいな感じは俺めっちゃ覚えてるんですよ。それが最初の記憶っすよ。僕も覚えてます。僕あの打ち上げのなんかね、はい、楽しかったなって覚えてます。あ、ほんますか。はい、はあ、あ、じゃあ、え、その時はサラリーマンで、うん、で、サラバさんがそうなって、そのファイナルで会社作ってあげるってなった時に、声かけられたんですか、サラバさんに。そうです。じゃあ元々はなんで、あの、確かに。森田さん、それからサラバさん、どういう縁でというか。もともとは、ほんと20年前ぐらいに、うん、はい、あ、もうそんなに遡るんですね。そうそう、20年前ぐらいに僕、松竹芸能にいたんで。そうや。え、はい、それは、なん、芸人として。あの、みおちゃん。そう、みおちゃん、僕の相方なんですよ。そう。はぁ、あの、細かすぎてとか出たら、みおちゃんの相方なんですよ。はい。ってことは、芸人なんですか。そうです、そうです。いや、でもそれはもうほんとおままごとぐらいのもんです。4年間ぐらいで辞めちゃったんで。あ、でも4年やられたんですね、はい、その山根さんの人生のその歴史。バンドバンドから芸人。まずその小学生とかはあったんですよね。中学生とか。いや、もちろんあるあるそこからポンって出てきてないから。で、高校生があって大学生。いや、高校で次が松竹芸人。あ、高卒的な芸人なんですか。はい、はい、出身どこですか。鳥取です。全然知らんかった。タケルと一緒だ。K1 のタケル君と一緒だ。ヨナゴですからね、タケルさんは。鳥取って珍しいっすね。そうですね、だからミオちゃんと高校の同級生なんで。ミオちゃんさんも鳥取なんで。あ、じゃあミオちゃんさんともう同級生で一緒に入ったってことですか。そうですね、ミオちゃんが大阪の大学に行って、はあはあ、で、山ちゃんもちょっとこっち来てよって言われたんで。え、じゃあめっちゃマブダチじゃないですか。めちゃくちゃマブダチです。え、じゃあ高校の時、みおちゃんさんなんかやってたんですか、お笑いとか。その、あの文化祭とかでね、はいはい、やってました。やってたんですか、鳥取の高校で。鳥取の高校で。だいぶイケイケっすね、じゃあもう面白いやつ、ラフタリっすね。いやー、まだ、うん、天然素材だったじゃないですか、吉本さんの。天然素材の DVD を借りてきて、スタイで借りてきて、なるほど。そのまま台本書き起こして、はあ、そのまま名前のとこだけなるほどなるほど、みおちゃんと山根に変えてなるほどなるほど、みんなの前で絶対バレないからっていうので。なるほどなるほど。鳥取のやつら天祖知らないからまだ文化が入ってきてないから。そうそう、あ、なるほど、これでいけるぞってやってたけど。あ、じゃあだいぶアンテナ張ってたんですね、もうその当時から天然素材好きやったりとか。そうですね、そうです、そうです。音楽は確かに、音楽も好きだったから、それこそ高校時代もあの文化祭でコピーバンドみたいな、コピーバンドやったりとか。はあ、じゃあもう結構陽キャというか、めちゃくちゃ満喫してるやないですか。そう、そうですね、鳥取大好きですよ、今でも。お笑いも音楽もやって、はい、結構クラスのみんなの前でこうそういうことやるような学生時代だったね。そうですね、はい。彼女も持ったんですか。彼女もいましたね。だから鳥取の一軍中の一軍だったんですか。そうですね。なるほど、はい。で、高校卒業して就職したんですか、山根さんは。就職せずですね、僕だから何していいか分かんなくて。あ、まあ、一応公務員の試験受けた、あの高3の時と、はあ、それから、だから19で浪人というか。あ、公務員目指してるやつっていう方だけですね。で、あ、なるほど。2年間でマジで受けれるの全部受けて40個ぐらい全部落ちてそれちゃんと勉強してたんですか。勉強はしてなかったですね。あ、なるほど、ね、じゃあ本気じゃない部分もあるというか。そうそう、世間体的に一応公務員目指してるやつでは、うん、ではあれば、なんとなく親元いても怒られないかなっていう。なるほど、なるほど。で、みおちゃんさんに呼ばれて大阪に出るの。そうです、そうです。はぁ、千鳥さんと同じ感じじゃない。いや、全然違う。大悟さんえ、で、入るんですか、一緒に松竹。二人で松竹のオーディション受けて。なんで松竹なんですか。それはね、もう言われるがままですね、みおちゃんが調べてくれて。なるほど、なるほど。じゃあ結構みおちゃんさんがこうもう主導権握ってやっていくんですね、うん、そうですね。で、その時にさらばさんに会うんですか。その時に
まあ、4年間ぐらいで芸人辞めて、うん、でも好きなことずっとやりたいんですよ僕、はい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 、で芸人も好きだからやってて、はいはいはい、でもまあまあ、周り面白い人らばっかりだから、まあ、ここまででいいやで辞めて、はい、誰とかと同期やったんですかそれは。でもこれでもいろいろあって、はい、多分19の時には舞台立ってたんで松竹のね、はい、そこをもう芸歴とするならば、はい、くーちゃんとか仲いいんですよ。はあ、あの辺の13期ぐらいのヤバクーさん。でも、そのなんていうんだろう、芸人として仲良くなったわけじゃなくて、はあ、その後に始めたバンドで、あーくーちゃんもよくライブハウスでバンドやってたんで、はいはいはい、そこで知り合って仲良くなって、多分じゃあ同期ぐらいじゃないっていう話はしてたんですけど。じゃああの辺の世代だ。そうですね、今僕49の年なんで。次課長さんとか。だけどなんか吉本と松竹ってなんかそのどこからを数えるかってずれるじゃないですか。松竹ってその養成所のこう区切りがないから、はあ、だから妙ちゃんはあの野生爆弾と同期じゃないよってずっと言ってますね。ランディーズさんとかと同期だってずっと言ってます。はあ、なるほどなるほど。だからよくわかんないですよ、松竹の人だってなんかずれるじゃないですか。確かに確かに、はい、なるほどね。でもだいぶ先輩やな。ほんで4年間やって辞めるんですか。はい、辞めます。もうパシッと辞めるんですか。パシッと。それでは妙ちゃんさんはもう続けられる。続けてる。山根さんから辞めようって言ったんですか。まあその年4年目でこの年で結果出なかったら辞めようっていうふうに言ってて。ああなるほど。切羽詰まってやってますね。そうですね。ほんでなんだっけな、うん、だから今年賞レースも全部頑張ろうって、大阪の賞レース熱っ。いっぱいありましたね。ABC とか。そう、はあ、で一発目が、はあ、大阪だけであるの今宮恵比寿っていう、はい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 、はい、僕らも行ったことあります、はいはい、であれで、はい、今年一発目はこれ絶対取るぞっつってやったんすけど、はい、言ったら2位やったんですよ。はあ、はあ、すごいコンビ名だったんですか。まず荒波部屋っていう名前なんですけど。じゃあまだ残ってんちゃいます、ホームページ。2位やったら残りますよ、ね、あ、じゃあ残ってるかも。なんとか賞みたいな。そうですね、うんうんうん、はあ、でやめようと思ったんですよ、もう。え、熱っ。1位になられへんから。そう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 、あんまいないんじゃないですか、今宮恵比寿取れなくてやめるっていう人。なんかその時なんかね、うん、嫌になる出来事があったんですよ。ああ、なるほど。なんかほうほうほう、1位になった方に、はい、ずっとテレビの密着がついてて、はい、もう誰とかあれですけど、1位になった方に密着がついてて、はい、ほんで初日、はい、ギリギリ通過みたいな、その方たちがね、はい、で2日目全然ダメ、はい、で1日目2日目なんとなく僕らがずっとトップみたいな、はい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 、で3日目までにこうネタをその方たちがすごい頑張って、はい、3日目優勝みたいな、ずっと密着ついてたんですよ、はい、でそれがめっちゃ嫌になったすごいです ね、きっぱりやめるんですね、そういう地方のね、お笑いのコンクールやらせる。いや、やらせるさ。いやいや、実力がすごかったです。ホワイトボード見たんだ、前にやらせてないねん。そうなるほどね。それでお笑いもええわってやめて、もうやめる決心つけて、でその年で本当にやめて、はいはい、で次何したいかっつったら音楽好きだったから、はい、でおすごい、バンドちょうど誘っていただけて、ギタリストが抜けたからお前入らへんかって言っていただいて、はあ、それ24とか5ぐらい、3、そうですね、3とか4とか、3とか4、え、ギターはずっと弾いてたんですか、芸人。確かに。でもいや、弾いてないです、弾いてないです。なんで誘われてるんですか、山根さんが。だってその誘われたバンドはもうプロでやってるというか、インディーズ。いやいや、インディーズですよ。おーおー、でももちろん知り合いの、はい、仲良くしてた。だから、かなんですか、当時から社交的であったんでしょ。社交的ではあります。めちゃくちゃ飲みに行ってたんでしょ、いろんな。そうです、そうです。だからそのバンド僕ずっとライブ見に行ってたんで。はぁ、へぇ、もうじゃあもう好きで普通のライブ見に行って、はい、見に行くような、そうなるのに誘われたの。そうです、そうです。え、ほんで結構頑張るんですか。結構頑張る。だからそっから15年ぐらいバンドは頑張る。それがあれですか、松島さんの旦那さんのバンド。あ、そうです、そうです、そうです、バンド。はい。え、オセロの、オセロ松島さんの旦那さんとずっと一緒にバンドやってたんで。え、はぁ、なんていうバンドですか。マーサス&マシンっていう、まあ、インディーでやってたんで、ずっと。すげー。それ15年、じゃあバンド森東より長いっすね。余裕で長いっす。その人生の中の一番のあれっすね、長いそうですのがバンドっすね。そうです。それってその間インディースでっていう時はもうそのバンド一本でというか、もちろんバイトはしてましたよ、バイトとかしてた。じゃあ23、4から今の僕らぐらいの38ぐらいまでずっとバンドっすか、うん、そうですね、40手前まではバンドやってましたね。それってバイトってその時最後の方までやってたんですか。
うん、最後の方はまたその自分らでこう立ち上げた会社とかがあったんでそこで働かせてもらってとか。はあ、ずっと大阪っすか。確かに東京に出てきたのがだから35とかそれぐらいじゃないですかね。あーへえ、はい、そっか。じゃあバンドの10年目入って10年目くらいの時にもう東京出てきた。そうです、バンドでね。へえ、勝負かけたって。勝負かけたってことですね。はー、すげえ。待ってください、サラマさんとどこで出会ったんですか。それが確かにそのバンドで、まあだから見に来てもくれてたんです。その元松竹の先輩たちがバンドやってるぞっていうので。はい、あ、森田さんとか袋さんが、まあまあ、あ、袋は一回も来てないです、はい、あ、森田さんがどうやら松竹の先輩がバンドやってるぞって、バンドやってるぞで来てくれたりしてて、はあ、ほんで僕ら FM 大阪っていうところでラジオもずっとやってたんで、はい、7年ぐらいラジオやってて、でそこにさらばとか、うん、さらばっていうか、まあ、森田か、森田とか南川とかがハガキ職人で来てくれてたんですよ。でやねん、意味わからん。だからなんかとんでもなく面白いバンドマンのラジオがあるぞみたいな。あ、だって書いてるのね。なるほど。森田や南川なんで、はーはーはー、届くハガキ全部おもろいぞみたいな。はー、それに森田さんと南川さんなんでそのハガキ職人そのラジオで送ったんですか。いや、当時は仕事がないから、いや、ずっと来てくれてたんですよ。まあ、ブースまで来て、はで書いてこうやって出してくれたりとかして。なるほどね、変な出会い面白。僕だから本当そこだと思いますよ。そのラジオに手伝いに来てくれてたとこで森田と初めて会ってると思います。で、飯とかも行くぐらいの仲になったんですか。いや、でもそこではほとんど。ああ、はい。じゃあ何やったら山根さんの方が演者っていうか。その時はそうですね。そうですよね、はい、うん、向こうの方が裏方みたいな。そうですね。はあ、じゃあ大阪時代はそれぐらいですか。それぐらいです。で、東京出てきてから、はいはい、そのさらばの、さらば誰も手伝う人がいなかったわけじゃないですか、はい、だから僕らがイベント、僕らその音楽業界でずっとイベントとかやってたから、はい、イベントのノウハウはあるから、はい、そのイベント、さらばのイベント手伝ったり、それこそ DVD もね、撮って出したりとかもしてたんで。はい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 。山根さんはどこでサラリーマンになるんですか、じゃあ。まあ、東京出てきてバンド、プレイヤーそろそろもうやめようかな、で40枚ぐらいで。そうですね。で、その時にそのなんだろう、自分らでやってたレーベルというかその会社に逆に入れてもらって、はい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 、他のバンド、若いバンドとか見るような仕事。なるほどなるほどなるほど。なるほど。え、その会社自体もでも、山根さんが作った会社。うん、違う、僕が雇ってもらった身なんで。なるほどなるほど。で、そのプレイヤーじゃなくてそのマネジメントというか、うん、イベントの方になったんです、ね、そうです、若いバンドとかね。で、そのノウハウがあるから、じゃあさらばさんもイベント俺らやるよみたいな。そうです、手伝ったりね。だからさらばさんがフリーになった時ってことですか。そうですね、2013。そうそうそう、東京来た時がそうやん。うん、松竹辞めて東京来て。そうか、フリーする前ね。そう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 。あ、で、さら森田さんに、じゃあ山根さん俺ら会社やるんでちょっと手伝ってくださいって言われて辞めるんですか。そうです、辞めるというか同じタイミングでその会社もなくなっちゃったんで。あ、へー、山根さん的にはまあじゃあって感じですか。うん、そうですね。だから奥さんにずっと単身赴任してるんで、まあいろいろ好きなことやってきたけど、はい、まあ、芸人やってバンドマンやって、はい、もういよいよ真面目になるわうん、って言って、はい、仕事ゼロのさらばのマネージャーになったんで嫁ぶち切れてましたけどね。はい、だいぶ奥さん優しいですね。その、うん、だって結婚したのにバンドマンとして上京してるの。そうですそうですそうです。置いて、はい、なかなかやんちゃっすね。今も奥さん大阪なんですか。去年出てきました。そう、やっと、ね、あ、やっとやっとね。13年単身赴任してたんではぁ、変わってるな。でもその時もすごいね、初めて出会った飲み会の時も奥さんのこと好き好き言ってたの俺覚えてる。そうですよ、めっちゃ好き、今でも大好きです。嫁が好きやみたいな話をこうやってずっとしてたんですよ。それなんで13年かかったんですか。もうすぐ一緒に行ってなんなかったんですか。やっぱその大阪のね、大阪生まれ大阪育ちの、あ、まあね、いろいろある。お子さんももう気になってきてるし、うん、あ、そうか、その天候とかもあるしな。そうか、はあ、すごいな。めっちゃくちゃ波乱万丈じゃないですか。ほんとっすね。でもずっと楽しかったですよ。あ、うん、だからその、なんだろう、
張らんっていう感じで思わず生きてたっていう感じですね。まあもともとだから社交的というか、うん、でも会社完全3人で森東やるってなったら俺全然詳しくないですけど、なんか面倒くさいことめっちゃあるんでしょ多分会社の。いや会社ってだからめっちゃ大変ですよ。それ全部勉強したんですか山根さん。いやもう勉強もしてもやりながら覚えるっていうってことですよね、はい、そのイベント会社のノウハウなんて、まあ、うん、イベントとかはねノウハウあるかもしれないですけど、うん、会社のなんですか雑務とか、うん、会社をずっと維持していくってめっちゃめんどくさいじゃないですか。めっちゃ大変ですね。あともう単純にマネージメント業務ってあんまりそれまでね、うん、そうですね。芸人もそんなあれもやってない、それはでも持ち前のガッツでいくからガツガツそれは俺だからできるのも想像できるけど、うん、その要はあのなんかハンコ何ですか領収書がどうとかたまにツイートされてるじゃないですか、はいはいはい、うん、あれとかもめっちゃ大変やろうなと思って。あれとかもだから独学で覚えました。請求書がどうとか、はいはい、はあ、それじゃあその森あのさらばさん森東作ってからの人生がむっちゃ大変やったんじゃないですか40代。そうっす。でも大変と思わずにやってたというか、別にしんどいってなかったですね。あ、ほんますか。ずっと笑ってたから。あ、いつまで笑ってんねんと思いながらマジでも労働時間というか密度は一番濃かったんじゃないですか、うん、そうですね。で、多分やらなあかんこと、うん、が多いからすごい人生やな。40からだもんな。そうですね。今森東が、そうです、山根さんがってことですよね。7年前じゃないですかね。2016年からなんで。はあ。でももちろんやっぱさらばさん、まあその時もおもろかったですし、その金になるなっていう匂いはありました、あの時。でもね、あったんですよね。あ、まあそうっすよね、はあ、ないとやんないっすよね、うん、なんかそのインディーズバンドずっとやってたから、はいはいはい、なんかさらばってインディーズバンドのやり方やれば売れる気がしたというか。ああ、なるほどね、なるほどね、うん、でもお笑いってまたちゃうかもしんないじゃないですか、詳しいことわからん状態で、うん、なんかいける気したんですか。なんかいける気しましたね、やっぱそれぐらい。なんかやっぱ夢見させてくれるぐらいはやっぱ魅力的だったんで、うん、まあ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 、そうっすよね、うん。でも なんか違います、そのお笑い界と音楽界の売れる売れへんというか、その、いやでもマジで、はい、あの なんて言ったらいいんだろうな、本当にインディーバンドのやり方に当てはめてやったんで、はいはい、そのホームページ作って あの発信は全部自分らでグッズ売るとか、なんだろうな、だからイベントも自分らで立ち上げて自分らで打つ、はあ、全国も自分らだけで回るそれこそハイエース買ってハイエースあるわ、ハイエースあるわ車用車ハイエース乗せてもらったことある、はい、レコードみたいな作って、そうそうそう、 DVD 打って、はい、自分らで作ったものを自分らで会場で打ってっていうのをやっていきゃ、その本当インディーズバンドもガンって売れる時あるじゃないですか。確かにハイスタみたいな売れ方してるわ。そうそうそう、ほんまにそれのやり方をやったっていう。なるほど。でもテレビとか番組とかってまたこれ山根さんも未開の地というか。未開の地です。それはどうでした？や、まあそれは音楽のあれが分からんから、うん、こんな感じかって感じですか？常に手探りというか。でもだからそう、分からないことやってもしょうがないから、はい、もう営業行かんとこと思って。ああ。はい。それよりはもう自分ら発信、自分ら発信、どっかでこれに気づいてくれた人が、うん、オファーくれる仕事の方が強いと思って。なるほど。そのお願いしに行って頭下げてよう分からん仕事もらうより、あ、どっかで気づかせて向こうから来させた方が、なるほどね、そう、なんか強い気がして。はあ、うん。でもだから見てくださいっていうのはすごい言ってました。そのなんだろう、仕事くれじゃなくて、あ、いろんな人と酒飲み行って、はい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 、で、さらばの単独見に来ますとか。なるほどなるほど。仕事くれじゃなくて見てっていうのだけ言ってました、うん、なるほどね、なるほどなるほど。そ、 YouTube とかもまあ始め出したわけじゃないですか、うん、さらばさんって。その時の感じとかどうなんですか、山根さんは。でもそれはもう全員で手探りでしたね、 YouTube は。だから最初はネタしか上げてないし。そうですよね、はい。そのこうし、まあでもそれはそうか、制作チームがまたおるから、ディレクターさんをね、各そっちとも、そう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 、各チャンネルにディレクター一人ずつ入れてるんで、作家と。いや、とんでもない働きっぷりっすよね、本当に。森田さんと山根さんはそうですね、 DIY はするわ、はい、モルックやるわ、やるわ、バーもね、あれ作って、バーもだってあれ、あれ指部とか働いてる
んじゃん。そうですそうです。ゆびむちゃんが夜は曲がりしてくれて。ご夫婦で。はい。そうだ。はあ。じゃあバンド時代からもうそういうプロデュースじゃないですけど、そういう動きは山根さん担当やったんですか。ホームページ作るとか。あ、でも。箱押さえるとか。それはね、あのライブの箱押さえるとかツアー組むとかはやってましたずっと。あで、友達のバンドを電話して、ツアーちょっとここ出てくれない、ここ出てくれないって交渉とかはずっとしてたんで。はい。そこはだからずっとやってきたことやからできた、ね、そうですね。森東の今後だって誰か芸人とかまた新たに入れる予定とかないですよね。ないけど、でもあるかもなとは思いながら。なるほど。はい、その別に固くなに入れないって決めてるわけじゃないんで、うんうんうん、今もうフルマックスじゃないですか。もうね、もう休みなしで。でもまあ毎晩てるわけじゃないですか。毎晩飲みには行けるぐらいの。それこそ社員とかは増やさない、ね、だからこれも3人でやってますっていうブランディングでやっちゃってるから、入れるときはちょっとイベントことというか、うん、なるほど、社員入れる遊びをすると思いますけどね。なるほどね。すごい。その辺はだから森田さんと同じ感覚っすね。そうっす。だもう全部見せてやってるんで。ですね。そう。でだからよく言うんです、会社育てゲームをファンの方ら巻き込んでやってるみたいな。だから落ちても上がってもなんかみんなで共有できるように。株主総会みたいな。そうですそうです。やってますもんね。はい、そのマネージャーとか裏方で。今インタビューとかあんま表出えへんっておっしゃってたじゃないですか、はい、でもともとはまあバンドマンで表出る、はいはい、なんかスイッチ変えたんですか山根さん的に。そうですね、それはあのバンドのプレイヤーじゃなくなった時に、うん、もうあんまり出るのはやめようっていう。へえ、でもともとは芸人とかやってたわけじゃないですか、うん、そうですね。いやでも十分やったんで一番今マネージャーですもんね。そう、ね、そんな別に表に、ね、自分が出るという、うん、そのなんつうんですか、飲み会とか、うん、なんかこういう人と接する上でのスイッチも変えました。いやそれは変わらずもうずっと一緒昔から。あ、ほんますか。なるほどな、うん、いやなんか俺最初にそのまっさらで会った時の山根さんと最近の山根さんがなんかちょっとイメージちゃうんですよね。あれ本当になんかマネージャーっぽいんですよ今の。あ、じゃあそれが身についてきたのかな。なんすかね、なんかあん時はやっぱまあイベントのな気のいいお兄さんおっちゃんっていう感じだったけど、はい、うん、今はやっぱマネージャーなって感じするんですよね山根さん。じゃあちょっとずつ身にこうついてきたんだと思います。48にして。うん、そうか。じゃあ今後はどういうイメージですか森東は。今後はもうでも本当っすよね、現状のとんでもフルマックス叩いてるぐらいの状態ですよね今。すごいっすよね。そうっすね。もうやつぎテレビやつぎやつぎにいろんな仕事あってパンパンに入れて、はい、スケジュール、うん、もう今パンパンというかパンパンっすね。あなたに何かをやるにはこう、まあ、どうなっていくか見たいって感じですか、さらばさんが。うん、そうですね。まあそれはありますね。あ、うん、でもどうなってもいいんですよ。なんか落ちてもいいというか、あ、落ちたら落ちたことをなんかエンタメにしたいというか。あ、だから、上がるしかないっていうわけでは全然ないですね。は、どの状況も楽しもうでやってるんで。なるほどね、はい、そのさらばさん以外のなんかまだ全然売れてない若手を育てたいみたいなよくはないですか。でも一人だけ、はい、あの兵六って言わないですか。兵六さんだ。兵六は僕無償で手伝ってるんで、はい、へえ。兵六さんって事務所どこなんですか。いや、いつフリーフリー一人、もうほんと一人。え、水曜日とか兵六さん出てるじゃないですか、はい、あれ窓口はどうなってるんですか。一応あのスケジュール管理は僕がやったり。あ、無償で。無償で兵六のマネージャーもやってるんですか。もうそれはもうほんとゼロやん。兵六さんがドッキリされるとかって兵六さんにね、窓口通されへんから俺どうしたんやろうと思ってたんですよ。もう僕があれ山根さんがじゃあ管理してるんですか、はい、うん、この店に来いとか例えば分かんないですけどドッキリとかするとしたら。まあそうですね。はい、そうだ。それギャラなしでやってるんですか。そう、ギャラなしで。いや、すごっ。それでもなんでやってるかっつったら、さらばの2人が兵六のこと好きだから、で YouTube にもあんだけ出てもらってるし、ああ。じゃあなんか兵六が売れたらまた俺らにもプラスがすごくあるかなと思って。なるほどね、うん、へえ、すげえわ。だいぶ貴重な話聞きました。めちゃくちゃ変わった人生ですね。もう本当に。でもこっからも楽しみなんで。うん、そうですね。年取っていった2人がね、どうなっていくかっていうのは楽しみですね。ああ、さらばさんに出会ってなかったら、あの時、うん、というか、うん、どうなってたんですか山根さん。確かに。
何やってても好きなことは全部やっちゃったから、イベント会社がまあそのタイミングなくなったんですもんね。その後森東入ってなかったら何してたんですか、皆さん。鳥取帰ってなんかチヤホヤされてたの家族ごと家族ごと、うん、帰ったりもしてた。あ、そのレベルですか。じゃあ東京におった理由はさらばさんってことですか。今もう確実にそれしかないです。だって自分がやることなくなったんだから。へえ、うん。いや、そうっすよね。面白。なるほどね。すいません、山さん。いえいえ。ありがとうございます。ありがとうございます。今後とも、なんか楽しいことをよろしくお願いします。ぜひよろしくお願いします。ありがとうございます。ということで、本日のスペシャルゲスト、山根さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。